このまま清宮君と俺のアンチリンズが一気に勝ち上がって優勝まで走り抜けます。何ですかこの解放感は。俺たち一人一人が自分たちの持ってるパワーを解放していけば、カルロスの先にはダックのベルト見えてきます。今までにないですよこの関係、この感じ。まあ、一番最初にかけてもらった言葉が俺たちらしく自由にやっていこうぜっていう言葉だったので、もうそのままですよね。世の中もなんかちょっとこう縛られた感じになってますけど、そんな雰囲気もね、この2人の勢いで一気にこう解き放って、はい、解き放したい。もうどこまでも駆け上がっていきたいと思います。やっぱりさアクセスだよな。アクセスの強さ、そして中心だってことをね、俺たちは証明したいんだよ。このリーグ戦にかける思い見てくれよ。このコスチューム、新しいアクセス、そしてもうこのグローバルリーグ始まってんだよ。こんなにかけてるのは一度もね、優勝してないからね。今年こそはって思ってるよ。負けは痛かったね。さてでした。でも勝さんがそれを挽回してくれる勝利をね、もぎ取ってくれたんで帳消しですよ。そりゃそうだよ。だってほら大水たちも分かってるでしょ、俺たち郷さんと勝でアクセスだから。